セクハラ騒動再び、平野紫陽、ファンの過激質問にどんな回答セクシーゾーン松島総へのファンの質問が、セクハラ、日本のアイドルグループ、キングプリンスの元メンバーである平野紫陽さんが、2023年10月9日に自身のインスタグラムのストーリーズでファンの質問に答え、コミュニティ内で論争を巻き起こしました。質問の中には、胸と尻、どちらが好き というものがあり、これに対する平野さんの回答が賛否を呼んでいます。平野さんはファンから寄せられた質問に率直かつユーモアを交えながら答えていきました。お胸かお尻どちらが好きとの質問には、こういうのって答えていいの笑い、一応ありますけど、笑い、なんかショック受ける方もいそうだけど、人間ですからあるよ笑いとコメント。その後も関連質問に応じ、胸小さい女性どう思うには、いい意味で何とも思わないよ。 その人は、その人の良さが絶対にあるからねと答えていました。しかし、一部のファンからは、平野紫洋のストーリー見て引いたわ、みんな胸とか尻について聞いてて、困難んんセクハラじゃねえかといった非難の声が上がりました。質問を送るファンに対しても、平野紫洋さんにセクハラまないの質問を送るやつ、セクハラしてる自覚ある、気いよとの批判が広がりました。一方で、平野さんはファンとのコミュニケーションを大切にし、 質問に真摯に答える姿勢を見せています。また、質問によっては独自のユーモアで応じ、正直に言うとマジでどっちも好き。ねえ、もうマジやばいから、俺インスタで何個と、天の笑いといった返答もありました。一部のファンは、綺麗な質問ばかりしか答えないのもサイボーグみたいでなんか嫌といった指摘もありましたが、平野さんはこれに対して、性格的なところももちろんあるからさとコメントし、 ファンとの関係を構築する中での難しさにも言及しています。平野さんは一連のやりとりを通じて、ファン同士の対立を嫌がり、俺が腹寄ってのもあるかもしれないけど、憶測で話して勝手にないものも作り上げる人は嫌いかなと述べています。さらに、多分言ってくる方は本当に下ネタ大、嫌いな人いたらごめんなさい、だけどそんなに俺のことも知らない人だと思うと、理解を求めています。この一連の出来事を通じて、 平野ノ仕様はファンとのコミュニケーションに真剣に向き合い、ファン同士の誤解や対立を解消する努力を見せています。一方で、質問の内容やファン同士の対立に対しても敏感な姿勢を示し、公平な立場を守る姿勢が伺えます。平野ノ仕様とファンの対話は、単なる質疑応答を超えて、コミュニティ全体を深め、相互理解を促進しているように感じられます。賛否の声が上がる中、平野さんの真摯な態度が、 アーティストとファンの絆をより一層強固なものにしていくことでしょう。セクシーゾーン松島総へのファンの質問が、セクハラと非難、本人は回答、サービス精神へぐない喜びの声も、アイドルグループ、セクシーゾーンの松島総さんが2024年2月1日、インスタグラムのストーリーズでファンからの質問に答える中で、パンツに関する質問を取り上げた。SNS 上で質問者に、 セクハラとの非難が寄せられたほか、松島さんの回答に喜ぶ声も上がっている。履いているパンツの写真を公開。松島さんは、何か質問ありますかとファンからのコメントを募り、交流を楽しんでいた。その中で、パンツ何色ですかとの質問を取り上げ、ボトムを下にずらし、パンツのウエスト部分の写真を公開した。この投稿のスクリーンショットが X で拡散されると、ファンらからは、セクハラですよ、マジで。 怒りが抑えられないんだが、お前が知らない男から、下着の色聞かれてどう思うか考えろよ、と、そろそろセクハラには無事の姿勢を取る方がいいと思うななど、批判的な声が上がった。ストーリーズにも、パンツ見せんな、wwwww <タッ>とのコメントが届いたが、松島さんは、なんでですか ?wwwww www. www. と回答した。一方で、自撮りして乗せてくれてるのやばすぎん。 サービス精神エグないサトシ君いいぞもっとやれ、やってくださいなど、松島さんの投稿を喜ぶファンも少なくない。